今永、WBC から帰ってきたら、自宅の花がほとんど枯れていた。柵オフからプライベートでも、責任を感じながら生活する。花はお世話しないと枯れるので、責任感が芽生える、と自宅の部屋に花瓶を置き、花を飾る。WBC から帰宅後、パキラ以外は枯れたが、新たにカーネーションとガーベラを購入。朝に水を変えたりして、大事に育てる。悲しい。花瓶じゃ育たないだろ。責任、ですかね。普通に国内遠征でも枯れるのでないか、1週間以上家を空けるとか普通だろうし。相方いない悪意。そういえば野球選手って、一人身だとペット難しいんやな。2カードビジターだったら枯れるんちゃうか、瀬田と広島中日の並びしかないか。先発ってそういう時全部帯同してるんかな。先発なら1回帰るんじゃね。メジャーいけんやん。WBC 終わって燃え尽きた的な話かと思ったら、まんま花の話かよ。野球わからんけど打たんなら、代わりに打ってもらうとか無理なん、打席無駄やん。今永は普通に打つし、なんならやる気においてはその辺の野手よりある。これは投げる哲学者。意識高いと花をいけるんか。先発の帯同しなくていいアピールに、中継ぎイラッときてそう。今永帰ってきた時に、花全部摘んでプレゼントする彼女できそう。摘んだら枯れるやん。花のお世話なら、番長が熱血指導できるやろ。そういや花屋の息子やったな、買っては枯らしてるとか怒られそう。プロ野球選手には無理やろ。悲しい。カーネーションに手出すとはなかなかやな。農薬必須の激弱植物なんや。露骨な彼女いないアピールだな。逆に怪しいわ。やっぱパキラってすげえわ。野生の花や草が、晴れ続きでも枯れないのってなんでなん？今永も大谷ほどじゃないけど、私生活謎よな。安明とかに頼んだら水やりしてくれるやろ。